はい、おはようございます。朝のプロテインです。昨日ね、マッサージガンが届いて、寝る前とかにね、マッサージやってたんですけど、結構ね、胸の筋肉痛がね、軽減されてるような感じはするんですよね。ちょっとね、左側の胸を重点的っていうかね、まあ右利きなんでね、左側の方ばっかやってたんですけど、やりやすくて。なんかね、右の方の筋肉痛の方がひどいですね。はい、いただきます。今からね、こいつを使って、この高圧洗浄機を使って、ベランダとね、窓の掃除をしたいと思います。お昼ね、食べてないんで、プロテインバーとりあえず食べます。はい、今日はね、ちょっと動画を撮ろうと思ってるんで、それの下準備っていう感じで、今、ポテトサラダをね、作ってます。まだね、じゃがいも煮てるところです。はい、今日の夕飯です。これ、動画の中で作ったやつです。かなり美味しい。ちょっとね、これもうちょい焼きたかったんですけど、チーズ溢れすぎちゃってね、焼けなかったんで、まあ、これはね、このままでいいかなって感じですね。あ、さっきね、動画の撮影をしてて、盛大にね、ここ焦がしたんで、これをね、掃除したいと思います。で、使うのはね、これ。重曹を。重曹のパウダーこうやって置いて、ペーストを昔はね、ペーストをいちいち作ってたんですけど、めんどくさいんですよね、ペースト作るの、実は。もっとね、楽な方法があって、まあ、これに、まあ、こういう、まあ、普通の水でもいいんだけど、こういうね、重曹電解水みたいなのが売ってるんで、こういうのをね、ちょっとかけるんですよ。で、水分垂らして、やって、で、そうするとね、ほら、こんな感じで、吹きつけながらね、ちょっとずつ、乾いたら吹きつけるみたいな感じでね、それで一緒に重曹を巻き込んでやると、すんげえ簡単に綺麗になるの。ほらもう、大まかなところはね、これで、ほぼ取れた。あとはね、ちょっと端っこの方が、ちょっとこびりついてるからね、それを、もうこすってやればいいんだけど、まあそれもね、すぐ取れちゃうんですよ。このやり方やると。ほらもう、完成。ペースト作るよりね、全然楽でね、早い。こっちの方が。あとはね、まあ、全体的に、油とかがね、こびりついてたりとかするから、それも一緒にこうやって、こすってやって、あとでね、この、重曹とかはね、まあ、後で乾いたら、掃除機で吸って、捨てたりとかしてます。はい。掃除、終わり。超簡単。これをね、このね、やり方、このペーストを作らずに、こういうね、スプレーで水を追加してやっていくやり方をね、もう思いついてから、めちゃくちゃね、この、なんていうの、IH とか、まあ、他のところとかもそうなんだけど、この重曹のパウダーを使った掃除がね、楽になったんですよ。なんでね、ちょっとおすすめします、これ。このやり方。はい、って感じで掃除終わりました。楽勝。